球はライトにツーベースを一本打っておりましょうから、はい、ピッチャーの小原第1球を打ちました。初球ボール外れました。どうでしょうか、小原の心中に嫌な感じというのはありましょうか。しかし嫌でしょうね。そうですか。だから若菜にも絶対ホームランだけは打たれまいとするピッチングをすると思いますかね。藤田さん、一塁側のピッチャーの練習場で田島が始めましたよ、ね。はいはいはい。岡田は今シーズン小原に10打数5安打5割と打っております。ピッチャーライン2球を割れました。外角スライダーボール外れました。ツーボール合戦、本当に球界のピッチャーのこの心の中、気持ちの中というものは分からないもんです。あれほど2イニングスいいピッチングをしていた小原が掛布にボールボールと入ったその後ホームランを打たれました。さあ岡田にもツーボール合戦から第3球を投げた。直球ストライク、外角低めいっぱい直球が入りました。ワンストライクツーボール、こうなったら小原にしたって開き直っていいっていう感じで見ていいのかもしれませんけどもね、まあ私たちは無責任なこと言いますが、さあボールカウントワンストライクツーボール、投球は4球目。岡田コールが神宮球場を継ぎます。ワンストライクツーボールから第4球タウル、この前相手はタッチダッチライナーが当たりました。これでカウントは2ストライク2ボールでやります。ちょっと球場全体が興奮気味で、スカーボードのストライクのこの1から2の変更もちょっと迫っております。2ストライク2ボール、5対4でヤクルトがわずかに1点リード。9回の表追うタイガースの攻撃でやります。優勝までマジック1、あと1点を入れますと引き分けでも優勝、逆転すればもちろんタイガース21年ぶりの優勝でやります。バッターは岡田、小原、2ストライク2ボールから第5球を投げました。外角ボール、カーブ外れました。ボールカウント2、3、ボールカウント2ストライク3ボール、これは投げる小原も難しいし、打つ岡田も力んじゃいけないし、そうですね、大事ない、ね、2球目と今の球とはね、カーブなんですよね、はい、これ岡田がパッと開くんですね。まっすぐの時にいい形でファールしてるんですけどね、開くんでね、近めからカーブ入ったらホームランありますよ。あ、そうです、はい、ツーストライクスリーボールから6球目、はい、6球を早いとも打ってセンターから大きいセンターラックカーブずーっとラックカーブずーっとラック、見送ったか入ったか、あーっと当たった振り返った、ランナー一塁から二塁へ、二塁にストップ、ツーベースヒット、センターオーバーのツーベースヒット、同点ホームランかと思いました。ブルーの神宮球場のフェンスに直接ぶつかって跳ね返りました。ツーベースヒット、タイガーさんは総立ち、黄色いメガホンが入れます。9回の表5対4、1点差に追いついて、なおもノーアウトランナーは2塁であります。アウトハイまっすぐですよね。そうですか、引っ張りに。さあ藤田さん、はい、ノーアウトランナーセカンドで一枝浩二と吉田監督、今岡田も戻ってきました、はい、北村が送るのかそれとも攻めるのか。いや、僕はね、送らすと思うんですよね。それに、まあ、確実に送らないとですね、まだランナー飛び出すということはありますからね。しかし阪神としては引き分けとか延長戦とかそんなこと考えなし、ここは一気の逆転を狙いたいところでしょうね。そうなんですね。まあ、ここで まず、まあ、同点にすることでしょうね。しかし今の打球はどうですか、もう一伸びしていたら入ってたんじゃないんですか。そうですね、少し 先の方じゃなかったかと思うんですよね。さあ脇に湧いている神宮球場、先ほどまでのあの8回の裏のヤクルトの攻撃が嘘のような感じの大騒ぎになりました。ノーアウトランナーセカンド、北村が初めてバッターボックスに入ります。振り向いて牽制球を送りました。マウンド上のピッチャーの小花、そしてヤクルトのブルペンでは田島が投球練習を始めました。ノーアウトランナーがセカンドです。バッターボックスは北村、じっと三塁の一枝コーチを見ています。休みなく誰が強要するわけでもなく、神宮球場には内野のスタンドから手拍子がこだましています。セットポジションに入りました。マウンド上のピッチャーの小花、セカンドランナーを見ました。1球目投げてバントの構え、ボールアウトサイド外れました。1球目アウトコーナー外れてボール、ノーストライクワンボール。
ここで三塁の石枝コーチがバッターボックスに入っている北村を呼んでいます。その間にマウンド上のピッチャーの尾花がロージンを取りまして、ゆっくりと今自分の右手にロージンをつけました。キャッチャーの八重樫が立ち上がりまして、バッターボックスに戻ってまいりました。北村の動作をじーっと見つめています。電光掲示板には2割5分6厘ホームラン3本とついているバッターボックス北村、早くもバントの構え。2球目を投げてバントした。これは右の方に切れた、ファールゴロです。バックネットに転がっていきます。ノーアウトランナーセカンドで、セカンドランナーは三塁を進める役目を果たされました北村。マウンド上のピッチャーの尾花あるいはファーストの渡辺、投球と同時に出てまいります。得点は5対4です。関東のあるいは遠くからやってまいりました阪神ファンがこの神宮球場を埋め尽くしておりまして、現在5対4とヤクルトが1点リード。今度はわっしょいわっしょいわっしょいという応援になりました。今年はいろいろな阪神の応援ぶりが目立ちました。しかしながら最後追いつくところはわっしょいわっしょい、最も昔から流行っている原始的な応援に変わります。それぞれがメガホンを右手にあるいは左手に持ちまして、メガホンと自分の手をぶつけましての応援を行っています。ボールカウントワンエンドワン、9回の表の阪神の攻撃です。試合が始まりまして2時間49分、ワンストライクワンボールから3球目を投げてバントした。一塁線に転がした。一塁手がダッシュ、キャッチャーが掴む。ボールは一塁へ送った。ランナーは三塁へ。ランナーアウト、ランナーが三塁。北村送りバントの役目を果たしました。一塁線に転がして打球が散りました。これを八重樫が掴んでボールを一塁へ送りました。ワンアウトランナー三塁で平田に代わりまして、ここで吉田監督が出てまいりました。あるいは代打長尾を使うか。そうなると土橋監督はおそらく田島を使ってくるであろう。この辺はもう藤田さん、両監督の駆け引きってことになってくるでしょうね。そうですね、まあ、これで左の長尾が来るか、左の右の広田が来るかということだと思うんですけどね。私の考えた長尾でもなければ、藤田さんの言われた広田でもなく、長い間阪神タイガースにありましてレフトの座を守り、あの52年でしたでしょうか、川崎球場では打球を追ってフェンスにぶつかりまして再起不能までと言われた佐野を持ってきましたね。そうですね、さあ甲子園球場のこの大歓声、果たしてどれだけ私どもの声がお耳に達しているかどうか、ちょっと私は喋るのをやめまして、一度この神宮の大歓声だけを30秒ほど皆さんに聞いていただいてもいいんじゃないかと思います。そのそのコールが起こっている神宮で大歓声が起こっています。歓声が止むようになるとまた応援団の人がその声援を要求いたします。神宮球場はまさに声にならない声であちこちで声援が送っております。もう一遍そのコールが起こりました。ちょっとこれだけでも聞いてください。今シーズンは後半に入りましてベンチを温める機会が多くなりましたバッターの佐野、しかしながら阪神で息、そして阪神の選手の間では大変に人望のある佐野がバッターボックスに入りました。佐野をボックスに送り込んだということはまずスクイズということはありますまい。一気に逆転を狙います吉田監督。9回の表の阪神の攻撃はワンアウトランナーが3塁、もし佐野の一発が外野スタンドに飛び込めば逆転。1球目を投げた、狙った、レフトへ飛んだが左へ切れた。初球そのまま狙っていました。打球は左の方に大きく切れました。最初からこの一発を狙ってやろうというその打球が切れましてファウルになりました。もう何が何でも打ってやろうって感じでしたね。そうですね、もう一球から、ね、狙ってましたね。ファウルになって歓声が途絶えて再びまたそのコールが起こりました。得点は5対4です。ヤクルトが1点リード。三塁ランナーは岡田、今日3本の二塁打を飛ばしまして3割4分5厘と打率を上げました。バースが3割4分4厘。ショートの水谷がマウンド上のピッチャーの小花のところに行きました。得点は5対4、ヤクルトが1点リード。阪神はこの9回の表一気に逆転を狙います。得点は5対4です。
マウンド上戻りましたピッチャーの尾花、ランナーが三塁にいます。1球ファウルしました。外野フライ、犠牲フライでも同点のケースです。マウンド上ピッチャーの尾花、ゆっくりとセットポジションに入りました。1球ファウルから2球目を投げた、ストライク、アウトサイドいっぱいに決まっています。2ストライク、ノーボールと追い込んでいます。得点は5対4です。9回の表、最後の猛反撃を試みます。追い込まれました。バッターボックスの3塁ランナーさえ返せば、とりあえず5対5の同点になります。5対5の同点になれば、また阪神今日優勝を決める可能性が大きく膨らんでまいります。ワンアウトランナー3塁です。試合が始まって2時間と54分、3塁ランナーは岡田、バッターボックスはそのボールカウント2ストライクノーボールからピッチャー尾花、ライヤー最終日から3球目を投げた、打った、センターへ飛んだ、犠牲フライは間違いなし、センターの上を越えていく、タッチアップ、スカーム、あーボールはセンターからショートに返っただけ、遅れてホームインが間に合わない、ホームイン、タイガースのセンターに犠牲フライを上げました。岡田ホームに入りました。神宮5対5、5対5、同点に追いつきました。センターの左へ打球を上げました。その瞬間にホームインは間違いなし、ボールはショートに返り、そして岡田がホームインして遅れてホームに帰ってきました。5対5、そのセンターの左に打ち上げた犠牲フライ。今のね、スナッシングから勝負しに行きましたよね、まあ、そこに、まあ、大きな落とし穴というのがありましたよね、まあ、そこでボールでも掘られてましたらね、やはり苦しいところだと思うんですよね。しかしあのヤクルトが6回の裏に同点にした時もゲイルが隅に2ストライクノーボールから3球目を打たれましたね。そうなんですよね。だからそういうように、こういうところで慌てるわけなんですよね、勝負するのがね。ヤクルトの一塁側の応援団の本来いるところの一塁側のスタンドにくす玉が用意されてますね、はい、もうぐん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 こう相手チームにこう持ちかかってくるような、ただね、お客さん嬉しいでしょうけど、はい、あまりやると選手は浮き足やすんでね、本当の力が出なくなることも心配しなきゃいけません。そうです、普通にやってほしいですね。そうですね、普通に、おい、ちょっとこの状態では普通にはもうできない状態ですが、さあ投球はライン4球を今直球、ファウル、バックネットを変えます、ファウルボール、ボールカウントは2ストライク2ボールでやります。もう藤田さん、こうなっちゃ普通に普通にしてもちょっと、はい、U ターンして普通の状態には戻りませんですよね。ちょっと選手の気持ちも考えて、ちょっと抑えてくれるといいと思いますので ね、ボールカウントは2ストライク2ボール、投球はこれから5球目です。バッターの軌道、今日はヒットが1本あります、はい、次の打った1塁ライナーは右手のファウル、とにかくボールが前に飛んでいけばスタンドはワッと開きます1塁線の右手のファウルボールです。カウントは2ストライク2ボール、投球は6球目、これは何と言ってんでしょうか、軌道でしょうか、ヒットとも聞こえますし軌道とも聞こえますし、大歓声のうちに2ストライク2ボール、第6球を投げました、ファウル、足元ボールが落ちました、ファールボールでもいいんです、大歓声が上がります。カウントは依然として2ストライク2ボールでやります。ピッチャーは現在2人目の尾花、7回8回と検討いたしましたが、しかし9回ついに捕まりました、掛布のホームラン、岡田のツーベース、佐野のセンターへの大犠牲フライによって同点に追いつかれております。その尾花がツーストライクツーボールから第7球を投げます、カーブ打ってショートにセンター前ヒット、2度センター前のヒット、これでタイガースのヒットはこの回の3本を含めて合計10本、ついに2桁に達しました。ツーアウトランナーは一塁でやります。そしてここはピッチャーの野村でやりますから、当然ここはピンチヒッターの登場でやります。さあこうなりますとね、はい、タイガースは引き分けということも考えておかなきゃいけないんで、今度はリリーフを出すにしても時間との勝負になってきますからね、少なくとも3イニングは投げていかなきゃいけないでしょう。今から30分ありますからね、ゲーム開始が6時半で、3時間半ですからね、はい、ということはまだたっぷり時間がある、3時間20分でしたから、3時間20分で、3時間20分で、はい、あと20分です、20分あります、じゃあ2イニング、2イニング投げなきゃいけないですね、そうですね、はい、それでも2イニングってことはね、はい、短くありませんから、こういう状態の中でバッター変わって和田登場です。第1球は外角カーブが外れました、ボールワンでやります。三塁側のピッチャーの練習場ではもちろん中西がチームを送らっております。
球ストライクが外角入りました。おそらくこの後は和田がショートに入って、そして佐野のところにピッチャーの中西が入るというような打線を組んでまいりましょう。タイガース、和田がピンチヒッターとして登場しました。5対5の同点で9回の表、ツーアウト、なおもランナーは1塁。バッターピンチヒッター和田でやります。で次の球直球打ってファウル、一塁側のスタンドにファウルボール、ボールカウントは2ストライク1ボールでやります。なお今9時半を過ぎました。9時半からは本番はラジオセンターの時間でございますが、お聞きのように野球が続いております。このまま放送を続けさせていただきます。ボールカウントは2ストライク1ボール、投球はこれから4球目。ピッチャーの小原が新しいボールを丹念に変えまして、右足をプレートに添えまして、次男の交換でやります。ようやくセットに入ろうといたします。ピッチャーの小原、大歓声に包まれます。ピッチャーの小原、ベイエンドワンから第4球折れました。カーブチョーンとバッター当てました。ラスト前レッドボール前進、なお前進です。なおまで追いつきました。若松ランニングキャッチ取りました。若松が左足を引きずるようにしながら、痛む左足を引きずるようにしながら、この平凡なフライを使いました。9回の表、タイガースの攻撃は2点で終わりまして、5対5の同点でやります。これで一応優勝には王手をかけたわけですが、しかしまだまだ分かりません。これから9回の裏、そしてあと20分、19分ほど試合時間も残しております。3時間20分を超えて新しいイニングに入ることはありません。そしてタイガースの方は当然ここは中西がマウンドに上がってまいります。吉田監督が新しいボールを持ちまして、その中西を迎えるべくじっくりとピッチャースマウンドの方に歩み寄っております。しかし本当に私正直なところを今申し上げますと、8回のトップからの攻撃が簡単に終わったところで、あ、今日はこれはタイガース終わったなという感じをしたんですが、今年のタイガースはどっこいいたしまして私もね、掛布のホームランが出てもね、はい、まあ、これでお預けかなと思いました。そうですか、もう一日お預けかなという気がしたんですが、はい、すごいですね、やっぱりね、勢いの恐ろしさというのをまざまざと感じます、ね、はい、そうですね、しかしそれにしてもあの場面で北村がまたきちっと送りバントをいたしますし、はい、今年タイガースは犠打でも記録を作ってるんですよね。そうですね、ただ単にガン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 打ってるだけではなくて、はい、特に前半の犠打はね、はい、非常に固く犠打をたくさん使いましたよ ね、 そうですね、今日がこれで犠打が2つになりますから、これで139ギラですよね、はい、セリーグの記録です。プロ野球の記録は阪急が141を持っておりますが、そういうことで結局こうやって1年をもう終わりに近づいてみれば、ガンガン打った打ったと言いながら、それだけじゃなくてやることはきちっとやっていたタイガースに優勝が近づいているというのは当然といえば当然のことかもしれませんね。そうですね、やっぱり自分のやる何をやるかということをきちっとね、はい、与えられた時にきっとやれれば、これはもう非常にゲーム運びは順調に進んでいきますよね。そうですもんね、予想通りタイガースの方は7番にピッチャーの中西を入れました。ラストバッターがショートの和田でやります。したがってピッチャーが中西、キャッチャー木戸は変わりません。一塁バース、セカンドから三塁掛布、ショートが和田でやります。外野はレフトに吉武、センターが北村、ライトには真由美が入っております。このように守備が変わっております。そして同点に追いつかれましたヤクルトスワローズの方は6番バッターの渡辺から始まります。今シーズンのピッチャーの中西はこれが61試合目ですよ。よく投げてますね、はい、10勝3敗18セーブです。本当によく投げております。今シーズンの中西です。ヤクルト戦にはこれが12試合目の登場で、セーブは3つ、4つの勝ちを記録しております。今先頭バッターの渡辺ってショートゴロ、変わった大和田、一塁投球は高い球、タッチアウト、カットを回れました。変わった和田が一塁に高い球を投げました。バースがベースを外してボールを取りまして、走り込んでくる渡辺にタッチいたしました。ホッといたしました。まあ、ルキの和田にしてみりゃ、ファンでいきなり飛んできたんで、ドキッとしたでしょうが、ボールがファーッと抜けたんで、抜けましたね、抜けましたね、完全に。バースがもう本当に落ち着いてるから助かりました、はい、ワンアウト、ランナーありません。バッターは変わって、マルカーノ。あれ、難しいんですよ、ベースを意識して足、はい、足をベースにつけようと思う意識があるとね、球取れなくなっちゃうんですね、落ち着いてるから、もうベースを無視して取ってから。
今でもこの放送付きの想像でございますが、果たしてどんなことが話し合われたんでしょうか。しかも10回の表、5対5の同点で10回の表、タイガースはトップの真由美から始まるんです。この真由美が尾花を、吉武もバースもそして岡田もよく打っているんです。それをただ一人間に挟まって打っていなかった掛布が9回の表1点差に追い上げる口火のホームランを打っているんです。したがって尾花としましても苦しいこの10回の表のピッチングになるかもしれません。今日の真由美はホームランが1本、4打数1安打であります。しかしタイガースは優勝という大目標になりますが、投げるヤクルトの尾花の方が苦しいですね。きついですねこれは。本当そうですね。さあその尾花が気持ちをしっかりと取り直して、この真由美からの好打陣にどう対しましょうか。一塁側のピッチャーの練習場では依然として左腕の掛布が、田島が万全を期しましてピッチングを行っております。さて10回の表、5対5の同点で延長戦に入りました。第1球を投げました、ストライク。ハーフフィールドのボールが外角低めに入りました。ストライクはヤクルト阪神の第24回戦優勝を目前にしまして、マジック1の阪神がヤクルトと同点で延長に入っております。10回の表、チャライン2球出ました。ボール、ボールカウント1ストライク1ボール。何か尾花がですね、自分の流行る気持ちをこう抑えるようにスローボールを2球投げてますね。そうですね、力を抑えて、ボールカウントは1ストライク1ボール。投球は3球目です。また外野のタイガースさんは全員立ち上がりました。3球目早いと思って1塁真正面の頃、腰を落としておりました渡辺、ピッチャーを制してベースに入ります。アウト、ワンアウトでやります。今のはちょっと真由美の方が気負いました。1塁真正面の頃でした。うまく打たせまして小原、緩いボールを勝った後思い切ってビシッと参りました。第2を打ち取りました。ワンアウト。土門さん、はい、掛布のホームラン打った掛布の談話が入りました。はい、どうぞ。打ったのは外のシュートかストレートかどっちかだと思うと。ワンスリーになった時点で外だと思っていたと、これはだから狙っていたようですね。なるほどね。でこの一発でですね、ムードが盛り上がって嬉しいと。で今日ぜひとも優勝は決めたいとこう話しています。でしょうね。バッター変わって吉武、第1球出ました。直球ストライク。今日の優勝を目前にしました神宮球場のナイトゲーム、タイガースヤクルト戦、解説は藤田元志さん、ベンチの情報は水野アナウンサー、実況ドモンズをお伝えしております。10回の表、5対5の同点で延長に入っています。第2球はインサイドボール、スライディングのボールがわずかに外れました。ワンストライクワンボール。先頭バッター前には1塁真正面のゴロ、ワンアウト。バッター2番の吉武、ボールカウントワンストライクワンボール。今日の吉武は右中間の見事な三塁打が1本あります。4打数1安打でやります。投球は3球目、第3球を割りましょう。キュッと一塁線ファウル、見に来ました。ファウルボールでツーストライクワンボールでやります。ウエンドワン。この後にはバースという不気味な選手が控えておりますだけに、何としても尾花はここは吉武をきちっと打ち切っておきたいところ。で間違ってもバースのシングルヒットという形にしておいてピッチングを行いたいマウンド上の尾花でやります。ドリアンドワンと吉武を追い込んで第4球を投げました。ボールをフォントとしましたが外れました。ボール、2ストライク2ボール。プレート真ん中、ボールを沈めました。ドリアンドフーでやります。さあ勝負球になります。2ストライク2ボールから5球目、ちょっと前を取りました。ピッチャーの尾花、右肩を落としましてノーワインだ。はい、5球を投げました。打って1塁真正面の頃取りました。フェア、またベースに入ります。変化球をうまく落とせました。2アウト。ちょっと落ちる球をうまく落とせまして1塁ゴロ、2アウト、ランナーはありません。5対5の同点で10回の表、ランナーなし阪神、そしてバース登場でやります。今日は右中間に52号のホームランを打ち込んでおります。このツーランホームランが一旦は3対1とリードした貴重なホームランであったんですが、ヤクルトが逆転、そして9回の表阪神また2点を挙げて追いついて5対5、現在延長10回でやります。ツーアウト、ランナーありません。バースです。間違ってもホームランボールいけませんね。いけません、いけません。これでバースがホームランでもったら、いよいよ今年はバースですね。第1球を投げました。インサイドボール。昨日その優勝の瞬間も、そして日本シリーズということで家族も日本に呼び寄せました。バースは心身ともに最高の状態で今日の優勝を決定するかもしれません。試合に臨んでおります。投球は2球目、キャライ2球スローボール打ってセカンドの2人、センター前ヒット、センター前のヒット、
ッチャーの小原にしてみればこれはまあもう計算のうちでありましょう。センター前のヒットです。これでバースの方は打率が3割4分6厘と上がりました。岡田が現在3割4分5厘であります。さあこれでバースがベンチに行っています。そして泊まりをピンチランナーとして起用いたしました。しかしこうやって見ると出てくる若い選手がみんないい選手ですね。阪神はね、みんな足のあるね、はい、いい選手ですよ。そうですね、泊まりが一塁ランナーです。そしてここで掛布登場でどうやらヤクルトの方も田島がマウンドに上がるようであります。田島を使います。両チームとも総力戦になってまいりました。場内に田島と告げられてもシーンとしております。ただライトのわずかに小さく形取られました四角い一角のヤクルトファンからわーっと声が小さく上がりました。いよいよ田島まで投入いたしました。田島はタイガース戦にこれが8試合目の登板、完投が1つありまして1勝5敗。そういえば藤田さんね、はい、この田島というのはもうタイガースキラーとして見ましたピッチャーで、タイガースといえば田島っていう名前が出てくるくらいでしたが、はい、今年は1勝5敗なんですよね。そうですね、やはりタイガースバース掛布とね、はい、この左がね田島をなんとか攻撃してんだと思うんですね、はい、苦しめてるんだと思うんですね。そうですね、ですから右が割合ね、はい、田島を攻撃するのが楽なんじゃないかと思うんですね。なるほどね。掛布はですね、はい、今シーズン田島と18打数5安打で2割7分8厘、はい、ホームランが1本、打点が2、はい、フォアボールが2つと、その後の岡田がですね、はい、5割打ってるんです。12打数6安打、はい、ホームラン1本、打点が4なんですよね、岡田がね。岡田がね、田島が近めに投げてくる球を逃さないんでしょうね。特に近めの低めに入ってくる球を逃さずってんだと思いますけどね。となりますとタイガースにしてみるとどんな形でもいい、掛布がもちろん大きいのを打って1点入れてくれりゃそれに越したことはないが、何とかして塁に出てもらって岡田につないでほしいと、ね、いうことでしょうね、はい。田島が果たして今シーズンタイガースを今までとは違ってちょっと嫌な感じでタイガース戦を迎えているだけに、この大事な場面で5対5の同点で延長10回の表2アウトランナー1塁というところで、そしてどんな気持ちでマウンドに上がっておりましょうか。今手元の時計は9時49分25秒になりました。もうあと30秒でこれでもう11回はありませんね。そうですね、1回で打ち切りですね、はいはい。それにしても今日は長い試合ですが、12分に楽しんだ試合ですね。そうですね、逆転逆転ですから、もう試合としては最高ですよね、はい。さて、いよいよ試合再開です。5対5の同点、10回の表、タイガース、2アウト、ランナー1塁、泊まりが出ております。そして左バッターボックスに掛布登場。9回の表、レフトの黄色いポールに1点差に追い上げる同点ホームランも1本打っております。一塁にまず一つ牽制球、ピッチャーの梶間、改めてセットポジションに入ります。一塁ランナー止まりがビリッとリードを取ります。ピッチャーの梶間、セットポジションからまた一塁牽制球です。ここの一塁ランナーの止まりはまず走るということはよっぽどことがないかないでしょうからね。ちょっと走れませんね、はい。ですからまず2つはちょっと自分の気持ちを沈めて、ピッチャーの梶間牽制球を送った後、掛布に1球を投げました。インサイド初球ボール外れました。インサイド近く完全に外れました。掛布が一歩バックステップしてこのボールを投げております。ワンボールナッシングでやります。今シーズンタイガースにちょっと打たれているなということは十分カジマの頭の中にもありましょうが、こういう時ってのはピッチャー嫌なもんでしょうね。嫌ですよ。そうでしょうね、はい。しかも大事な場面です。投球は2球目、カジマから2球を投げました。カーブストライク、高々カーブが外角低めにずっと曲がり落ちました。ワンストライクワンボールでやります。ワンエンドワン。この辺りは今シーズン田島から5割という高打率を上げております。岡田が控えております。しかも岡田今日はいいところで1本打ちまして気をよくしております。さてワンストライクワンボールから3球目、ランナーと正対してピッチャーの田島、第3球を投げました。ボール、ボールがちょっと変化しました。曲がりましたが外れました。ワンストライクツーボール。この後の岡田が田島にいいだけじゃなくて今日は4打数3安打で
3本2塁打打ってますからね。そうですね、よくしてますから、ここは何が何でもヤクルト鹿島としては掛布で絶対勝負でやります。ワンストライクツーボール、ワンツーです。投球は4球目ランナーと正対、第4球を投げました。ストライク、カーブが入りました。大きなカーブが外角に入っています。掛布手を出しませんね、あのカーブに。やはりもうヒットになるボールをじっくり待ってますよ、ここは ね、 そうね。さあ2ストライク2ボールになりましたんで、今度は際どい球に手を出さなきゃいけません。そこを鹿島がどう際どい球で掛布を誘ってまいりましょうか。2ストライク2ボールから5球目セットポジションに入りました。第5球を投げました、打ってレフトフライ、レフト定位置から2、3歩ライン寄り、位置を変えました、取りました。若松、この平凡なレフトフライを取りまして3アウト。10回の表、ついにタイガースは1塁にランナー残塁で得点を挙げることができません。これでタイガースが優勝するためにはこの10回の裏をゼロに抑えて引き分けで優勝という形になります。今他の選手に先駆けて真っ先にグラウンドに飛び出していったのはピッチャーの中西であります。その後ろを真由美が、そしてその左を北村が、さらにはショートの和田が、そしてレフトの吉武がと、それぞれ一塁散っていきます。そして一塁には泊まりが入ります。3番のところに一塁手泊まりが入っております。そして、スワローズの方はラストバッターのピッチャーの鹿島からの攻撃でありますから、当然ここはピンチヒッターを起用してまいりましょう。どうやら杉村あたりを起用してくる模様です。いや本当にできれば勝って優勝胴上げと、はい、行きたかったでしょうが、とうとう、いやもうここまで来れば何でもいいです優勝できればもう何でもいいですね。いやかっこよく行くのは勝った方がいいですけどね。そうですよね、ここまで来たら何でもいいから。そうですか、もうね、極端にはね、もう抵抗するなと頼むから、もうそのままそっと負けてくれよって言いたくなるような気持ちですからね。そうですか、ね、いや今の藤田さんの第一声の何でもいいからいいんですってあの一言にはかなり実感がこもっておりますからね。優勝っていうのはそれだけずしりと重いものなんですね。そうなんですね。言ってみりゃもう寒い冷たい風の中から鍛えて鍛えて、はい、キャンプでもうヘドを吐くような辛い練習に耐えて、はい、そして桜がなくともにシーズンに入って何回か、はい、もうダメかダメかと思いながら立ち直っては立ち直っては立ち進んでね、本当にいろんな、ね、苦しいことがあった乗り越えてきたんですから ね、 それと今年のタイガースはキャンプの時からちょっと雰囲気が違いましたね。みんなでヒゲの生やしっこしたりね。あ、そうでしたね。なんとなくねムードの違う明るいムードを感じたことは確かでしたけどもね。タイガースが10回の裏守備に散りました。そしてピンチヒッターとして杉村を予想通り起用いたしましたピンチヒッターとしての登場でやります。第1球はストライク、ピッチャーはもちろん中西でやります。中西が何日か前から敵だが胴上げ投手になりたいんだと言っておりましたが、その場面が実現そうです。2球がストライク、直球が入りました。トムラッセン、ここに気合入ってますね。これも気合入るも当然ですけども、すごいですね。気迫がもうここまで感じられますね。グイグイここまで来ますね。投球は3球目、はい、3球を終わります。カーブってセカンド真正面のところマット取りました。岡田1塁に最大のスローアウト。1塁カーブが止まりのファーストミットにワンアウトでやります。ワンアウト。しかし3塁のタイガースのピッチャーの練習場ではまだもう一人ピッチャーが丹念にピッチングを行っております。池田でしょうか。そうですね、池田のようですね、はい、しかし慎重です ね、 ねえ、もう本当にもう今まで来ればね、もう全員で ね1球ずつでもいいからマウンドで投げて守っていくっていう気持ちが強いですからね。バッターは1番に入りました水谷。今日ヒット1本も記録しております水谷。左バッターボックスに入りました。ピッチャーは中西。ノーワインダップでライン1球を投げました。カーブストライク入りました。ストライクは今日の阪神タイガースは先発がゲイル、2人目が福丸やります。そして3人目工藤、佐藤、野村と次いで現在6人目の中西が登場しております。1球目ストライク、水谷左バッターボックスやります。ピッチャー中西1球目ゆっくりモーションをした2球カーブ、ファウル、足元から一塁側の中岡の前ところが広がりました。早くもドーナツングと追い込んでおります。流れピッチャーが中西、キャッチャーは木戸のバッテリーでやります。本当に若い阪神の代表するバッテリーが優勝を目前にしたのピッチングでやります。そしてツーランの交換でやります。バッター水谷もトーナスに飛び込みました。ピッチャーの中西ローワインダー、足が上がりました。第3球を投げました。ボール、外角外しました。ボールカウントは2ストライク1ボール。
スタンドのおーというあの大歓声とは打って変わって、中西の方はなかなか冷静に一つ外角にボールを外しました。この辺り落ち着いてますね。そうですね、落ち着いてると同時にこの非常に気力の強いピッチャーですね、はい、こういうところで見せてますね。2ストライク1ボールから4球目、はい、4球目でカーブストライク三振、水谷三振、ツーアウト。あとタイガース21年ぶりの優勝、球団創立50周年のまやかしいこの記念すべき年に21年ぶりの優勝まであと1人とこぎつけました。あと1人、あと1人のコールが場内に湧き上がります。神宮球場、黄色いメガホンが踊ります。黄色いメガホンが踊り、大歓声が湧き上がります。ついに内野も外野もタイガースファンは全員立ち上がりました。優勝を目前にしております。5対5同点です。10回の裏、本当のあと1人です。あと1人ですね。本当のあと1人です、今シーズン何回も聞きました、あと1人を。そうですね、このあと1人が本物ですね。その1人になるか。2バッターボックスには杉が登場。ヤクルトにしてみれば、隅にしてみれば、なんで俺がこの最後の1人になるものか。2バッターボックスでやります。ピッチャーは中西、ノーワインダップでない、1球を出ました、外角ボール、1球外れました。勢い余って帽子が曲がります。帽子が思わず曲がります。ワンボールナッシングでやります。5対5同点でやります。10回の裏、ヤクルトの攻撃は2アウト、ランナーがありません。バッター2番の隅、ワンボールナッシングから投球は2球目、ピッチャー中西、第2球を投げました。インサイド初球ストライク、ワンストライクワンボール、インサイドに速い球でやります。1球1球に大歓声が上がります。内野のお客様も立ち上がりました。そして黄色いメガホンが揺れます。左右に大きく揺れます。前後に揺れます。神宮球場、タイガース一色の神宮球場、5万の大観衆声援のうちに、ワンストライクワンボールから第3球を投げた、ボール、外角決め、わずかに外れました。際どいコースでやります。ワンストライクツーボール、ワンストライクツーボールでやります。ピッチャーの中西が改めて振り返ってスターボールでアウトカウント、そしてカウントを確認しております。ワンストライクツーボールでやります。ワンツー、ワンストライクツーボール、投球は4球目、隅に対して第4球を見逃し、カーブストライク、外角にスローカーブが入りました。ほっと抜くような感じのカーブが入りました。ツーストライクツーボール、いよいよますますもってあと1人コールが高らかになりました。ネット裏の観衆もついに立ち上がりました。21年ぶりのあの優勝の感激にあと1人のコールが一段と高まりました。神宮球場、この大声を受けたピッチャー中西、冷静に第5球を投げた、打ってピッチャーゴロ、取った、1塁に投球する、アウト、阪神優勝、阪神21年ぶりの優勝の瞬間、大きな阪神タイガースのグレーのユニフォームの輪ができました。そしてこの輪の中からやがて吉田監督が宙に舞います。日本一明るい神宮球場の照明を受けて小さな吉田監督が舞います。1回、2回、3回と舞いました。組織のテープが照明を美しく受けて舞っております。次々と各選手が今掛け札を上げされました。嬉しい嬉しい、21年ぶりの優勝です。川藤が胴上げされております。一旦は野球をやめなければいけない場面にも立ち至りました。しかしあえて選手生活を続けました川藤。そしてバース、今バースが胴上げ、重くて上がりません。バースが2回中に舞いました。バースが輪の下から這い出してまいりました。そして今は岡田でしょうか、グラブを上げた女胴上げ、嬉しい嬉しい胴上げが一人一人続いております。さあこれは誰でしょうか。今のが岡田です。今のは岡田、その前は真由美あたりであったかもしれません。あ、吉田監督がその輪の中でバースと抱き合っております。帽子を取って選手と抱き合っております。嬉しい嬉しい、21年ぶりの感激の瞬間です。神宮球場は優勝の興奮に酔いしれております。神宮球場に万歳が轟いております。10時をちょっと過ぎました。NHK ジャーナルの時間でございますが、このまま野球放送を続けさせていただきます。いや藤田さん、はい、藤田さんもいろんな形でいろんな優勝を経験なさいましたが、この阪神の優勝ってのはちょっと一味変わった感じの優勝でしたですね。いやもう本当に普通の年と違ったね、とにかくその
ファンに囲まれたタイガースの優勝ってこれほど大きなファンに囲まれた優勝ってのは珍しいですね。それとファン嬉しかったのはね、ファンが一人もグラウンドに降りなかったですね。よかったですね。整然としたもう最高ですね、はい、優勝でした。これは最高です。嬉しいですね、はい、ファンもこれで日本一のチームにふさわしいファンになったわけですよ ね、 そうですね。選手がもう今でもまだまだ一人一人がみんなが相手を変えて抱き合ってます、はいはい、それでは優勝しました。みんなでやりましたからね。監督にインタビューです。優勝インタビューです。監督おめでとうございました。どうもありがとうございました。ものすごい声援ですけど、胴上げされた瞬間は監督どんなお気持ちでした？思わず涙が出ました。それと数多くのファンの皆さん方がいつも我々を奮い立たせていただいた、その結果が私は優勝だと思っております。ファンの皆様方の声援があってこそ私は優勝できたと本当に喜んでおります。まあ、これからちょっと早いですが、西武ライオンズと選手権をやりますが、公式戦でやった精一杯の一丸となった野球をやりまして、セントラルリーグのために恥じない試合をやってきようと思っております。ファンの皆様どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。最後まで冷静さをしなかった吉田監督が珍しく興奮してましたね。そうですね、はい、興奮しない方が嘘で ね、 でね、私も気になりますけど ね、興奮しますよ。しかも最初に第一声にいきなりファンの皆さんありがとう、はい、いうところに今年のタイガースの優勝の一つの大きな、特徴を見たような気がいたします ね、 そうですね、はい、それと同時にね、私一番嬉しいのはね、はい、日本シリーズを目指しているという言葉ね、はい、これが嬉しいんです。もうね、この優勝に溺れてね、はい、ついその喜びすぎちゃって、はい、日本シリーズを忘れてほしくないという気持ちが強かったもんですから、そ今その言葉がね、非常に嬉しかったですね、はい、一つ頑張ってほしいです、はい、藤田さん、時間があと1分ほどになりましたが、はい、タイガースの優勝に送る言葉を、はい、本当にね、全員でね、一つの大きな目標というものをね、最後まで持ち続けて戦っていったというのはこのタイガースの今年の姿なんですね。だから目標を失ってガタガタっていくチーム、大いにタイガースを見習ってくださいと言いたいです ね、 そうですね。本当に全員がベンチに入った人だけではありません、この裏方の人も、そしてまた2軍も含めて全員で勝ち取った優勝であり、しかもそれをがまたファンがそれを温かくこの積んだ優勝である、はい、おそらくプロ野球史上に長く長く記念される優勝であると思います ね、 そうですね、はい、本当にタイガース優勝おめでとうございました。改めてもう一度心からお祝いを申し上げます、この優勝を記念すべきゲームの解説は藤田元さん、ベンチのリポート水野アナウンサー、実況土門でお伝えいたしました。それではこの後 NHK ジャーラウをお伝えすることにいたします。神宮球場からさようなら。ファンの皆さんと朝日放送第2スタジオの皆さんで優勝の独行を成し遂げよう。会見が始まったようですね。それじゃあそちらの方を先に皆さんにお伝えしましょう。いやー、朝日放送第2スタジオです。記者会見が今始まるところですが、まだちょっと時間がかかりそうなので、記者1号から記者山崎さん、小中さん、これは放送の音ですか、それともこちらに呼びかけている音ですか。まあとにかく第2スタジオの阪神タイガースファンの皆さん、おめでとうございます。
まず桂新潮さんです。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。長い間本当に、それから解説でおなじみの花井優さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。それから ABC ナイターでずっとね、一シーズン頑張ってくれました土屋太鼓さん、おめでとう。嬉しい。泣いてました。いやー、思わずあなた初めて喋ったんじゃ、優勝が決まって初めてね、あの喋ったんじゃないですか。それからいつもだったらこの番組をずっとこの時間もやってらっしゃるのが飛んでしまったという相模浩一さん、いやー、やっぱり飛んでよかったね。待った甲斐がありました。待った甲斐があったというものですね。藤原真美ちゃんも ABC ナイターで頑張ってくれました。おめでとう。よかったよかった。もうさっきからな、もうこの子なテレビ見ながら一人でボロ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 泣いとんねや。もう言いながら話したも泣いてやるや。本当に無理。いやいや、よかったよかった。それからあのこの ABC ナイターをたえちゃんとそれからまみちゃんの前に一生懸命頑張ってくれた八平恵美子さんがね、おめでとうございます。私も泣いてました。そう。どこにおんの？どこに子供を産んだんですか？マイクの前でしゃべらんと。本当にね、サブイボーが立った言うて、もうね、9回の途中からね、もう彼女は顔色変わっておりましたもんね。4月、5月がね、陣痛でしょ、はい、6、7、8ね、割と順調やったんやん、ところがこの間広島戦あたりでね、あの座りから陣痛に変わってね、もうとにかく破水状態になってきてからはね、はいはい、これは女の人っていうのは大変でしょうね。ここにいてる女の人、産んだことある人いてるの？いや、誰もいないでしょ。いません。大変ですよ、そういう状態だから。会うだけでも悪かというね。はい、そういうことでスタジオはあと草アナウンサーも太田アナウンサーもおりまして、はい、この後はとにかく朝日放送はラジオスペシャルおめでとう V 朝までタイガース、こういうことで賑やかにお送りしてまいりますので、今日は眠らせませんよ。ラジオテレビでオールナイトで頑張りたいと思います。とにかく優勝おめでとうございました。どう飛んでいくのか、三振か、それとも内野ゴロか、内野フライか、外野フライか。10回の裏、いよいよ大詰め、ボールカウント2ストライク2ボール、5球目を投げた、打った、ピッチャーゴロ、サンダーボールは1塁や、試合終了。1985年のグラントレース、阪神タイガー制しました。各選手がピッチャーウスマウンド横に集まりました。小柄な吉田監督が見えません。今胴上げ、背番号81、改めて皆さんおめでとうございます。あけましておめでとうございます。あけましておめでとうございます。本当に新しい年を迎えたという感じ。